皆さんこんばんこばは安倍晋三でございますアカデミーマンにお招きをいただいたのは3回目でございまして、昨年初めてここでお話をさせていただいたときは、元内閣総理大臣という立場でございました。この場でお話をさせていただきましてから、私の運命にも変化が出てまいりまして、2回目にお話をさせていただいたのは、自由民主党総裁としてお話をさせていただきましたが、いよいよ今日は、 内閣総理大臣としてお話をさせていただきたいと思います何時が違うかといえばですね内閣総理大臣でございますので今日は原稿を読まさせていただきたいとこのように申し <laughs> 次第でございます政権発足から5ヶ月を経過をいたしました今週無事25年度予算が成立をいたしました年末からの予算編成で年度をまた来ましたが 国民への影響を最小限に抑えながら結果を出す政治をまた一歩前に進めることができたと考えていますアベノミクスという言葉も最初は禁じ手の代名詞のように言われていました次元の違う金融緩和も多くの批判を浴びました、まあ、しかしいざ実行に移した後は国際的にも理解を得られましたし 今年一1、3月期の GDP は年率3.5%のプラス成長になるなど、実際に世の中も動きつつあるのかなと、こう感じております。長いデフレ不況を振り返れば、まだまだ反転の兆しというレベルにすぎませんが、この動きを力強い成長軌道に乗せていくべく、今後とも全力で、 取り組んでまいります。ゴールデンウィークは本格的な経済外交をスタートさせました。ロシアと中東です。大企業のみならず中堅中小企業の皆様も含めて総勢100名を超える経済ミッションにも同行していただき、官民一体で日本の強みを売り込んでまいりました。一週間で。 2万8000キロを移動する強行軍では、えー、ありましたが、まあ、ここに、えー、ご出席の多くの方にもお付き合いをいただいたわけでございますが、ロシアも中東も、えー、伸び盛りの成長センター、医療システム、食文化、エネルギー、インフラなど、まあ、幅広い分野にわたり、日本企業が関わるプロジェクトが動き出しました。えー、手応えは十分です チャレンンジオープンそしてイノベーションそしてその3つの要とも呼ぶべきものが行動アクションであると考えますどんなに素晴らしい成長戦略でも作文では意味がありません行動なくして成長なし今後とも時間の許す限り世界中のどこへでも出かけ トップセールスを進めていきたいと思います近くミャンマーを訪問しますミャンマーは古くからの友人であり親日国です昨年訪れた際沿道に町中の子どもたちが集まり日の丸を振って出迎えてくれたことを今でも覚えております幾多の困難を乗り越えてきたミャンマーの発展のために持てる力で あらゆる協力を惜しません官民一体で進めて行きたいと考えていますオープン戦略とはオープン戦略と積極的な経済外交は私の先輩特徴ではありません半世紀前にも開放経済へと大きく舵を切り海外で日本を売り込んだ総理大臣がいました池田勇人総理であります 池田総理が昭和37年のヨーロッパ訪問の際に当時のドゴール大統領からトランジスタラジオのセールスマンと評されたという伝説はあまりにも有名でありますこのトランジスタラジオの登場を機に日本の電池産業は世界のエレクトロニクス産業へと飛躍をしましたエレクトロニクスと自動車に代表される日本のものづくりは世界を席巻し 日本を高度成長へと導きました。昭和43年には当時の西ドイツを抜き、アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国へと上り詰めました。その原動力は、製造業における旺盛な投資意欲でありました。60年代以降、製造業の設備投資は、原価償却を大きく 上回る水準で推し次々と工場が建設をされました生産性が飛躍的に向上しましたその結果給与が上がっていったまさに所得倍増の時代ですしかしバブル崩壊を機に長引くデフレの中で企業活動は萎縮し投資は減価償却の範囲内これが経営の 常識となってししままいました国際競争でも連戦連敗メイドインジャパンの誇りは全く色あせてしまいました長引くデフレと自信喪失 <laughs> この重爆から日本を解き放つのが私の仕事ですその実践の鍵は日本が生み出した優れた システム、技術を世界に展開をしていくことであります。医療、食文化、宇宙、防衛、エコシティ、今や従来のインフラだけにはとどまりません。私たち、日本人が築き上げてきた誇るべき様々なシステム、これを世界が求めています。大きな勝機です。トップセールス、戦略的な 経済協力そして国際標準の獲得新しいインフラシステム輸出戦略を打ち立て現在10兆円のセールスを2020年までに3倍の30兆円まで拡大してまいりますもう一つの鍵は世界の技術人材資金を日本の成長に取り込むことであります日本で大胆な投資を喚起しなければなりません その主役は企業ですここにも経営者の皆さんがたくさんいらっしゃいますが、政府も頑張りますので、皆さんにはぜひともチャレンジをしていただきたいと思います。その目指すところは、投資によって労働者の生産性を高め、手取りを増やすことです。意欲を持って働く人たちが報われなければなりません。 経済界には先般、報酬引き上げを要請いたしましたが、今年の春闘では、たくさんの企業がよく答えてくださったと思います。報酬が上がることは、消費を拡大し、景気を上昇させて、企業にもメリットがあります。政府も投資しやすい環境づくりをはじめ、成長戦略を骨太に実行します。 経営者の皆さんにも雇用や報酬という形で働く人たちに果実を行き渡らせていただきたいと思います。世界で勝って家計が潤う。アベノミクスもいよいよ本丸です。トランジスタラジオの開発で世界をリードしたソニーはその後、資本に勝る大企業に後人を廃することとなりました。ソニーは モルモットだと揶揄する行為に対し創業者である伊深政さんはこう述べて社員に奮起を促したといいます決まった仕事を決まったようにやるということは時代遅れと考えなければならない常に新しいことを製品に結びつけていくそのようなモルモット精神を上手に生かしていけば いくらでも新しい仕事ができてくる、新たなイノベーションに挑み続ける、もの精神を持つ企業に大きなチャンスを作る、これが安倍内閣の役割です。ここにいる皆さんは世界に冠たる企業ばかり、しかし、一寸先は闇、これは政治と同じです。私も身をもって経験をいたしました。 歩みを止めてしまえば一貫の割世界の競争相手はすごいスピードです。皆さんを食ってしまうでしょう。競争相手よりも一歩先のイノベーションを常に生み出し続ける他に道はありません。私は新たなイノベーションに果敢,す果敢に挑戦する企業を応援します。その突破口は、規制改革です。例えば、燃料電池自動車。 二酸化炭素を排出しなないい環境に優しし革新的な自動車ですしかし水素タンクには経産省の規制、国交省の規制、燃料を充填するための水素スタンドには経産省の規制のほか、消防関係の総務省の規制や、町づくり関係の国交省の規制という、がんじがらめの規制の山です。一つずつ、もぐらたたきをやっていても、実用化には たどり着きまませんこれを今回一挙に見直しますそれからいわゆるビッグデータ、毎日世界中で 250K バイトもの膨大なデータが生まれています。GPS で取った移動情報、ネット取引の情報など、付加価値の高い新たなサービスやビジネスを生み出しうる宝の山です。しかしかプライバリシーが データ利用化という二項対立が続き宝の山は打ち捨てられていましたこれにもメスを入れます匿名化してプライバシーを守った上で積極的にデータを利用できるようにします国際先端テストの手法で諸外国の例を参考にまずは国がガイドラインを作ることにします ここにいる皆さんもご存知のように、燃料電池自動車もビッグデープターも、果たして何年、議論されてきたでしょうか。もう議論は十分です。とにかく実行に移します。新しいイノベーションを芽吹かせるため、安倍内閣はこれからも必要な規制改革をどんどん進めてまいります。車が自動で走る時代が来る。 夢のようなな壮大な実験が今アメリカでで進んでいます一企業であるグーグルが特別な申請を行い、走行実験が認められています。アメリカでできて、日本にできないことはないはずです。日本においても、行動における自動車走行の実証実験を進めていきます。世界で初めての 製品の実験をやりたいが、規制が邪魔をしてできない、しかし、やらなければ世界に負けてしまう、そういう企業には、代替措置を講ずるとの条件で、規制の特例を認める制度を新たに創設したいと思います。万人に対して規制が変わるのを待つのではなく、自分が実験ダーになるから、とにかく、 やらせてほしい。そんなモノモット精神にあふれる企業に大きなチャンスを作りたいと思います。日本の企業だけではありません。イノベーションに貪欲な将来の成長企業を世界中から日本に集めたいと思います。そうだ、京都行こうという JR 東海のキャッチフレーズがあります。何か新しい試みをしたければ、そうだ、日本行こう。 と思ってもらえるような世界に誇る実証先進国を目指してまいります人材も資金もすべてが世界中から集まってくるような日本にしなければ世界で勝つことはできません今世界で活躍しようと考えて日本の大学を選ぶ若者が世界にどれだけいるでしょうか 世界,大世界大学ランキング100というものがあります。世界の大学は残念ながら、日本の大学は残念ながら、2校しかランクインしていません。日本の大学ではなく、世界の大学へ。日本の大学はもっともっと世界を目指すべきです。日本の大学は日本人を育てるためのものだ。 などという強硫な発想を捨てることが私の考える大学改革です。トップワン・ツーはカリフォルニア工科大学、スタンフォード大学です。まあ、ピンときた方もおられるでしょう。シリコンバレーです。大学自身がビジネスに深,い深くコミットしています。卒業生がベンチャーを立ち上げるときには、自ら出資するような仕組みもあります。 卒業生の研究レベルだけではなく、リスクを恐れない企業精神の高さが世界的に評価されています。増加の等などという言葉はすでに通用しません。日本の大学もまずは自分でビジネスをやるところから始めなければなりません。そこから真の意味での産学連携が生まれるものと確信をしています。大学のガバナンス改革と 自らビジネスに出資することを可能とするよう規制改革を進みます明日大分県にある立命館アジア太平洋大学に伺いますここは教授陣も学生も約半分が外国籍です東南アジアの国々だけではありません中東の国々やボツワナウズベキスタンなど世界中から集まっています 学生生活を通じて世界中の文化に触れることができます。さらには卒業後の人的ネットワークは世界に広がっていきます。まず会より始めよう。国立の八大学で今後三年間のうちに千五百人程度を世界中の優秀な研究者に置き換えます。 これにより外国人教員を倍増させます大学の経営の在り方も世界のグローバルスタンダードに合わせなければなりません年俸制の導入や教員の家族が英語で生活できる環境の整備など経営改革にも進めていき進めも進めてまいります国の運営交付金などの分配についても グローバルををを軸に見直ししし行いい大学の改革努力を後押ししていきます外国人教員の積極採用や優秀な留学生の獲得海外大学との連携そして英語による授業のみで卒業が可能な学位課程の充実トイフルの卒業要件化などグローバル化を断行しようとする大学を必要ともに 充実させます。制度面でも予算面でも重点的に支援をします。今後10年で世界大学ランキングトップハンドレッドに10校ランクインを目指します。同時にグローバルリーダーを育成できる高等学校も作ってまいります。そして日本の若者たちには広い世界を自分の目で見て足で歩いてほしい。 私は意欲と能力のある全ての日本の若者に留学機会を実現させたいそのために官民が協力をし留学生の経済的負担を軽減するための新しい仕組みを作りますビジネスの世界では今や国境は消滅していると言っても過言ではないでしょうそんな国際的な大競争の時代にあって世界に勝てる人材を 育成していいいきたいと思います長期にわたるデフレ、行き過ぎた円高、遅れる経済連携、高いエネルギーコスト、ここ数年、日本は率直に申し上げて、そもそも投資に値するような国ではありませんでした。昨年度も民間投資は63兆円にとどまっており、リーマン・ショック前の数字よりも1割ほど少ない状況です。 だからまず私は大胆な金融政策と機動的な財政政策で空気を一変させるところから始めましたデフレ脱却への期待は今大きく高まっていますさらに TPP をはじめ経済連携に向けた動きも大きく加速しつつあります電力システム改革を進め エネルギー分野におけるイノベーションを鼓舞しますさらにシェルガスなど燃料調達の多様化はエネルギーコストの低減を可能とします国内投資を取り巻く空気は少しずつ変わり始めたのではないでしょうかある製薬関連企業はシンガポールと中国の中国から工場誘致を受けて悩んでいましたが今般補正予算の設備投資 補助金を活用して日本に投資する決断をしました。韓国から熱烈なお誘いを受けていた金型製造企業も同じく日本で投資する道を選んでくれました。いよいよ企業の投資マインドを刺激する3本目の矢を放つときです。ただ、20年近くかかって、 萎縮しきったマインドを一朝一夕に解き放すことは放ことはできませんそのため今後3年間を集中投資促進機関と位置づけ国内投資を促進するため税制予算金融規制改革制度整備といったあらゆる施策を総動員してまいります国内投資を阻害する要因は なんであろうが一掃しますそのことによってまずはリーマンショック前の民間投資の水準である年間七十兆円規模の設備投資を回復したいと考えています生み出すべきは国際的な大競争に勝てる投資です日の丸半導体はしばしば敗北の代表例のように語られがちです 確かに80年代から日本のお家芸であった半導体シェアは2002年にサムスンに抜かれました。その理由は投資です。99年からの3年間を見るとサムスンは日本企業の3倍以上の投資を行い一気に抜き切ったのです。しかし実は現在メモリーカードなどに入っているタイプの半導体は東芝が 生産量ナンンバーワンなんです三重の四日市から世界中に半導体を売っています。日本ではもうダメだなんて、まあ、評論家特有の自虐的発想に飲み込まれてはいけません。なぜ勝てたのか、その答えも大胆な投資にありました。2000年代の10年間で2兆円余りを四日市工場に投資しました。最新鋭の設備と 規模ののメリットででサムスンを抜き去ったのですどんな分野も大胆に投資した企業を勝ち、中途半端な企業は負ちる。それだけです。日本だから負ちたのではなく、萎縮と自信喪失で負ちました。世界一でなければ激しい競争に生き残れない時代です。相手競争相手をぶっ切る 時には四桁億円にも上る大胆な規模の投資が必要です製造業だけではありません健康長寿やエネルギーなど新たな成長分野においても先端医療機器など最先端の設備への投資を思い切って進めていくことが必要です、まあ、しかし現実には稼働率が確保できるか投資が回収できるかその見極めが極めて難しい この状況をを出しして企業ののチャレンジを後押すする仕組みが必要ですこのため、例えば、設備の稼働状況に応じて、リース費用を可変的なものにするなど、リース仕様を活用した新しい仕組みを導入します。こうした金融仕様の活用をはじめとして、国として大胆な設備投資を後押ししてまいります。 一つ一つの規模は小さいながらも、経済の活力の源であるベンチャー企業への投資も極めて重要です。日本のベンチャー精神を阻んでいるものとは何かそれは個人保障の観光です。個人保障に関する調査によれば、仮入れを行っている中小企業、小規模事業者ではおよそ9割に個人保障がついています。規模の 小さい事業者であれば、ほぼ必ずついていると言ってもいいでしょう。そしてこのうちの7割は個人資産と同じが、それを上回る金額の保証をさせられているのです。一度失敗するとすべてを失うということになります。これでは再チャレンジなどできません。経営の経験やノウハウが一度の失敗で渦もれてしまうのは、 国家全体の損失と言ってもいいでしょう。ベンチャーがどんどん生まれ、投資であふれるような日本をつくるためには、個人保障変調の観光から脱却しなければなりません。モラルハザードは防止しなければなりませんが、個人の資産と会社の資産を区分してしっかり管理しているような真面目な経営者であれば、個人保障がなくとも融資が受けられるような中小企業、 小規模事業者向け金融の新たな枠組みを作りたいと考えています。一度や二度の失敗にへこたれることなく、むしろその経験を生かして、積極的に起業をしていただき、新たな分野を切り開いてもらいたいと考えています。生産性を抜本的に向上させるためには、古い設備を廃棄し、思い切った 新陳代謝を進めていくことが必要です今ここにいらっしゃる、魚か相談役の小松は、建設から40年以上経つ、国内工場の戦いを進めていらっしゃいます。古い設備のままで、省エネしようとすると大変です。ところが、新しい設備に取り替えれば、使用電力を半減でき、生産性を3割も向上できるそうであります。 こうした新陳代謝を進めれば、日本でのものづくりはまだいけると語る、坂根相談役の言葉には本当に勇気づけられます。坂根相談役は、ゴルフでは極めて慎重でありますが、投資においては勇気ある大胆な経営者といえると思います。企業の中でも、成熟した事情分野から、新しい事情分野への新陳代謝が必要です。構造的に 過剰供給構造や国内消耗戦に陥っている産業分野では収益性を高めるため再編を進めることも必要です。設備の新陳代謝への支援に加えて収益力の向上に向けて大胆な経営改革や事業再編を後押しする施策を用意したいと思います。民間投資の拡大、新市場の開拓、事業再編の促進の 3つを柱に政策を総動員してまいりますえさてモスクワの日本食フェアは大盛況でしたえそれにしても中米のお寿司には最後の最後までロシアの方々で長蛇の列、まあ、やっぱり本物は国境を越えて伝わるんですね本物の寿司のシャリは 日本の米でなければなりません土にぴったりなのは日本酒ですすべてがつながっていくんです日本食は日本が生み出したシステムなんですね世界の市場は10年程度で倍増する世界の食市場は10年程度で倍増すると見込まれています大きなチャンスです現在340兆円の 世界の食市場の中で、日本の農産物、食品の輸出額はわずか4,500億円程度、こんなもんじゃないはずなんです。牛肉や果物は海外での高い評価を考えれば、まだまだ増えるはずです。水産物であれば、ブリやサバ、東南アジアや EU などで需要を開拓する余地がまだまだあります。 さらに米や日本酒などの米加工品も世界の比較的裕福な地域に輸出が拡大をしていくことは間違いありません。国別、品目別の戦略を定めていくことで、必ずや輸出を倍増し、1兆円規模にすることは十分に可能であると私は確信をしています。次におふくろの味です。 日日曜日仙台で田植えした後におむすびをいたいきました、まあ、かなり大きかったのでありますが大変おいしかった自家製のお米を使って今月からおむすび屋さんを始めたそうです総菜でも何でもいいんですが農産物をそのまま売るのではなく一手間かけるだけで付加価値が増えます消費者と直接つながってしまえば 流通マージンがなくなるだけではなく消費者のニーズを組み上げてより高く売れる商品を開発をしていくことも可能となりますさらには観光業や医療福祉産業などさまざまな産業分野とも連携することでもっと儲けることも可能です日本の農業はこれまでそうした取り組みをあまりやってきませんでした、まあ、しかしだからこそ やっってここなかかかたんですからだからだそ私は無限の可能性が広が広っていいると思います私は現在1兆円の6次産業化市場を10年間10兆円に拡大していきたいと思います。このため、新たなビジネスモデルを構築しようと取り組む生産者に対して、公的ファンドからの出融資による経営支援を行います。いわば儲かる農業開拓ファンド。 です。供給サイドの構造改革も避けて通れません。農業や農村の現場を取り巻く状況は厳しさを増しています。この20年間で農業生産額が14兆円から10兆円と減少する中で、生産農業所得は6兆円から3兆円へと半減しました。 期間的農業従事者の平均年齢は現在66歳です。20年間で10歳ほど上がりました。これは若者たちが新たに農業に従事しなくなったことを意味をしています。耕作放棄地はこの20年間で2倍に増えました。今や滋賀県全体と同じ規模になっています。 高齢化の急速な進展は一見すればピンチですが、意欲ある若者にバトンタッチできれば、構造改革に一気にドライブできるチャンスになると私は思います。日曜日に仙台で農業に飛び込んだ若者たちと話す機会がありました。本当に頼もしい。まあ、こっちが元気をもらったくらいでありました。し新規収納に燃える 女性もいましたバラバラの耕作放棄地を集約して逆に発展の土台にしたい、まあ、この発展の土台にしたいというのは、まあ、その地域はまさに被災地でありましたから被災地から復興に向けて農業において発展の土台にしたい、まあ、このように力強く彼は語っていました農業が産業としてこれほど注目された時は果たしてあったでしょうか私は今までで最も今農業が 日本で注目をされていると思います。私は農業の構造改革を今度こそ確実にやり遂げます。何よりも農地の集積です。農地の集積なくして生産性の向上はありません。このため、都道府県段階で農地の中間的な受け皿機関を創設します。農地集積バンク。 ともも呼ぶべきものですこの公的な機構がさまざまな農地所有者から農地を借り受けますそして機構が必要な基盤整備なども行った上で民間企業も含めて農業への意欲あふれる担い手に対してまとまった形で農地,を農地を貸し付けるスキームを構築をしていきますさらに耕作放棄地についても意欲あふれる担い手による 農地利用を促すため、必要な法的手続きを思い切って簡素化していきます。これらを柱に、施策を総動員することで、必ずや農業・農村の所得は倍増できるはずであります。今日私はここで正式に農業・農村の所得倍増目標を掲げたいと思います。 池田総理の下で策定されたかつての所得倍増計画も10年計画でありましたが、私は今後10年間で独自産業化を進める中で、農業・農村全体の所得を倍増させる戦略を策定し、実行に移してまいります。その着実な推進のために、新たに私を本部長とする農林水産業地域の活力創造本部を 官邸に設置をししまますす早速来週から稼働します何度も自分次第農業も頑張れば所得は増えると思っている日曜日に会った若者の一人は目も目を輝かせながらこう語ってくれました農業が元気になれば間違いなく地域の活力も生まれてきます私は必ずや 若者たたちが希望を持って働きいいと思うような強い農業を作り上げていきます農業の素晴らしさは成長産業というだけにはとどまりません。棚田をはじめ中山間地域の農業は田んぼの水をたたえることで下流の洪水被害の防止など多面的な機能を果たしており単なる生産面での経済性だけで断じることはできない。 大きな価値を有していますそのため、このような多面的機能も評価した新たな直接支払い制度を創設することが必要と考えています。息をのむほど美しい田園風景、日本には朝早く起きて汗を流し田畑を耕し、水を分かち合いながら五穀豊穣を祈る伝統があります。 農業を中心としたこうした日本の国柄は、世界に誇るべきものであり、断固として守っていくべきものです。製造量が日本の行動成長の基礎となった産業であるとするならば、農業は国のもとい、すなわち世界に誇るべき日本の伝統、文化を生み出した基礎であると考えます。先般、日本の伝統歌舞伎の18番、 勧進帳といえば今から6年前亡き力團十郎さんが潮会長の導きでパリで講演を行いパリ市民を沸かせたことを覚えていますまだ世界の人々は日本のことを知らないどうやって日本に引っ張り日本の文化を輸出するかこの分野でも安倍内閣は攻めまくります江戸末期から 明治初期にかけて、日本を訪れたたくさんの外国人が、一様に日本の田園風景の美しさ、豊かな国民性に感動したといいます。我が国の観光立国としての歴史は、とても古いのです。明日は別府温泉に泊まる予定となっていますが、外国人観光客もたくさん集まっていると伺います。日本を訪れる 大国人旅行者は年間800万人前後、これに対して、韓国はこの5年間のうちに、ほぼ倍増し、年間1100万人、一気に抜き去られました。為替レートの差も大きいのですが、より構造的な問題の一つに、ビザ制度の違いがあります。タイやマレーシアからの旅行者は、日本ではビザが必要ですが、韓国では90日以内の滞在であれば、 ビザが不要ですまずは訪日者数1000万人を目指しさらには2000万人の高みを目指して観光立国型のビザ発給要件の緩和を進めていきますこれまでは中国や韓国からの観光客が目立っていました日アセアン友好年40周年にあたる今年はアセアン諸国から日本への観光客を増やすためにこうした国々を中心にビザ制度の見直しを行って 参りまりす北海道を訪れる台湾からの観光客はこの15年でなんと5倍に増えました5倍ですそのきっかけは何でしょうかこのきっかけは台湾で放送された北海道を紹介する番組ですキャリーパンピャンこれはもう発音しにくて皆さんご存知でしょうか、えー、この人気歌詞 もう二度と発音はしませんが、えーんえー、この人の人気と、岡山の桃太郎ジーンズの海外売り上げの倍増、共にフランスで放送された日本の番組がきっかけでありました。このキャリーパンビューも日本で有名になる前にフランスで火がついたわけであります。韓国ではコンテンツ輸出をきっかけに、コリアンビューティーが海外でも話題となり、 化粧品の貿易赤字が解消され、今や輸出国です。放送コンテンツの海外展開はそれだけ影響力がある。日本の取り組みは全く不十分です。輸出は韓国の半分以下にとどまっています。日本の文化産業の実力からしてありえない数字です。これから大々的に海外展開をしていきます。 放送コンテンツの現地化と売り込みを支援します。巨人の星は、インドではクリケットにしなければいけません。今年、シンガポールでヘロージャパンという日本専門チャンネルが開局しましたが、海外のチャンネルや放送枠の確保も重要です。500億円規模の官民ファンド、クールジャパン推進機構を作り、出資により、 応援します海外で放送するには個々の出演者や音楽など極めて複雑な権利調整が必要ですこれも繰り返し指摘されてきた課題で長い間放置をされてきましたこの政権で必ず動かします複雑な権利権利処理手続きを一元的に管理する窓口機関を整備します 五年後までに、現在の三倍近い海外売上を目指します。その波及効果は四千億円。クールジャパンを起爆剤に、製造量もサービス量も、オールジャパンで海外に展開していきたいと思います。先月、女性の活躍を中核に、成長戦略の第一弾をご説明しました。そして今日、第二弾として、世界で勝つをキーワードに。 政改革などによる投資拡大策や攻めの農業政策についてお話をしました。これで終わりではありません。改革の意思を継続しながら力強く前に進んでいきます。最後にアカデミーアの生みの親、プラトンの洞窟の比喩で締めくくりたいと思います。洞窟の奥深くで 子どもの頃からずっと壁に向かって縛られている人は壁に映る影を実体と思い込んでいる振り向くことが許されて初めて自分たちで見ていたものは影にすぎなかったことに気づくさらに導かれた洞窟の外で太陽の光を初めて見て自分がいた世界に自分がいた世界は ほんんの一部でしかなかななっったたここととを悟る、えー、まあこんなお話だったと思います私が書かれる次元の違う政策はこれまで洞窟の壁しか見てこなかった人たちにとっては驚きのものであったでありましょうしかし外の世界を見た後で考えれば当たり前のことだったと気づくのではないでしょうか太陽が光り輝く世界で 力強く成長する日本私たちは洞窟の外にためらうことなく飛び出していかなければなりません行動なくして成長なし既にプラトンの洞窟から脱出した日本アカデミーの皆様にもご協力をいただきながら成長戦略を共に進めてまいりたいと思います いよいよ来月には東京都議選があり、7月には参議院選挙であります。えー、若干これからは少しきな臭い話になってまいりますが、世の中の空気は少しずつ変わってきたとはいえ、私たちの日本を取り戻す戦いは、まだまだ道半ばであります。強い経済を取り戻してほしい、これは国民の行為です。強い経済あっての 外交であり、安全保障であり、社会保障であります。経済政策に軸足を置いて、これからも政策運営に当たっていけます。忘れてないのが、東日本大震災からの復興です。日曜日にも宮城県に伺いましたが、総理就任以来、毎月被災地に足を運んでいます。一日でも早く復興を加速させたい。その思いで、 現地に足を運び、現場の皆さんの声に耳を傾き、一つ一つ地道に結果を出してきました。これからも毎日被災地に伺って復興への歩みを着実に進めていきたいと考えています。えー、そしてこうした政策をしっかりと前に進め、結果を出していくためにも政治を安定させなければなりません。 決められない政治は日本の未来を危うくします。ねじれ国会はもうたくさんだというのが多くの国民の声ではないでしょうか。今回の参議院選挙は、日本の政治を取り戻す戦いでもあります。皆様と共に、この暑い夏を力強く乗り越えていきたいと。 思っておりますご静聴ありがとうございました